おはようございます。今回から何かゲームを続けてやっていこうと思う。最高に面白く、最高に伝説的な、最高に低スペック、まあ新しいゲーム買うお金もったいないし、まあ目の前にあったこのディアブロ2あたりをプレイしようかなって。こういう動画って積むとみんなどないしてはるんやろ。ニコ生やってた時も何度か積んで逃げたことあるけど、毎回見に来てくれた人にめちゃくちゃ申し訳なかったわ。まあうちの動画なら別にええか、そもそもディアブロ2やし、別に説明なんかないレベルの最高のゲームやけど、簡単に説明しとくで、尺余るし、知ってる人が見ればすぐバレるから言うとくけど、これディアブロ2やなくて旧作のディアブロやん。しかも画像汚いんはウプ主の家のパッケージを写真撮ったからや。まあ雰囲気だけでもこんな感じやと思ってくれれば嬉しいわ。昔々あるところにディアブロという名のおっさんのような魔王がいました。何か悪いことしたらしく勇者に倒されてしまいました。あ、くそ、絶対許せねえ、お前の体を乗っ取ってやる。うりー、まるでディオのごとく体を奪い、ディアブロという名のおっさんのような魔王は生き返りました。再びディアブロを倒すため5人の勇者から誰か1人選んで倒さないといけないのだ。いや、ちょっと待って、魔王を倒すのになんで1人やねん。一斉にかかれば楽ちんやのにな。ちなみに途中で拡張版が出て5人から7人に勇者は増えてるで。さてここからキャラクターを大雑把に説明するで。まずはパラディンや見た目からして自称勇者や、パーティーの回復とか補助とか意外と地味なおっさんやな。ジールとかいうスキルで数回攻撃とか便利なのもあるで。でもまあなんていうか、アニメで言う自称勇者集がして嫌い。次はネクロマンサーや、死体を操るちょっとかっこええタイプやね。でも昔のパソコンスペック機微弱でいっぱい骨を召喚すると周りに怒られるかわいそうなやつやった。当然やけど死体あってこそのキャラやから、ボス戦ではなんていうかコンボを持った勇者状態になるで。次はアサシンや、マウスカーソルがおっぱいついてるやろ、偶然なんやけどちょっとエッチな絵になってもうた。死体を爆破させてダメージを与えたりできるで。まあ察しがいい人なら気づくけど、死体を爆破するから死体を要するネクロマンサーとかから見るとしめしめ死んでまえってやつやね。次は召喚士ドルイドや、カラスとかオオカミとか召喚して戦えるで。こうなんかぐにょぐにょした触手みたいなのとかクマとか、統一性がないけどまあなんかいろいろ出てきて戦うおっさんや。今回私はこのドルイドでディアブロを倒すつもりや。次はソーサレスや、炎の魔法と氷の魔法をメインに戦う魔法使いやな。マラが切れると弱いから注意や。まあなんていうかごめん、昔は強かったで今はどうなんやろな。次はアマゾンや、弓と投げ槍がメインで戦えるで。関節攻撃やから死ににくいのがメリットやな。カオハブスタイプやけどおっぱいあるから許してやってほしいわ。最後にバーバリアンや、こいつのスキル死体からポーションを取り出すとかあるねんけど、肉体派なのに地味な作業でセコセコ息継ぎできるで。接近戦メインやからヒットポイントはそこそこあるけど、まあすぐ死ぬやつや。さて可愛い私の転移先を決めるか。ハードコアは一度死ぬと終わりやから、さすがに今回はやめとこう。お前らみたいな自称勇者みたいなのがいっぱい来て困ってるんだが、まあちょっとは戦力にはなるんだろうな。最近ここら辺から東でモンスターがいっぱい歩いていったんだが、ちょっと倒してくれないか。まあ無理ならそこでわしのマラでも見ながらシコシコしてるんだな。まあ話は戻すが、近々ラットウォーレインというところへ行こうと思うんだ。一時にもしアカネちゃんが生きていれば連れて行ってやるぜ。まあ何はともあれアカラに会うんだ。彼女はここのセクシーボスだって損はないぜ。簡単に説明すると、
私は動けないので代わりに倒して送るということやな。どのアニメでもゲームでも村人は困惑せ設定だったわけ。私たちは修道院で倒し損ねた奴らを追ってるんだ。ここのセクシーボスはあからだが、私はそんなの認めちゃいないさ。わかるだろ、私の方がセクシーさ。私はあから、ここのセクシーボスです。東の方にアンダリエルというなんか強そうな奴がいて困っています。私の部下が何人もがアンダリエルのセクシーさに裏切ってしまいました。また裏切らなかった子はみんな荒野で荒野行動されて死んでしまいました。それはそうと町の近くに敵が DQN 座りして邪魔なんですが、ちょっと蹴り殺してくださらないかしら。最初のクエストが発生したようや。私の愛のある鉄拳でドキュンどもを蹴散らしてこいつらに分からせたり。わい、私はチェルシーよ。トリストラムでの戦いは最初は有利だったわよ。そりゃアイテムがいっぱいあったしね。でも結局負けたは負けた、ついでにたくさんの人がアンダリエルに寝返っちゃったわ。嫉妬しね。やあ、金ちゃん、あんたとはきっと相性がいいよ。さあ、ホテル行こうぜ。殺してやるぜ。まずはレベルを上げないと。スキルが何もないわ。スキルのないドルイドはクソの役にも立たへんからな。そもそもクソの役って何や。役に立つもん何かあるんやろか。経験値の祠や触ると取得経験値が増えるで。私ただのコンボを持ったおっさんやんけ。逃げんなかし。ALT キーを押すとアイテム表示できるらしい。これでようやくコンボを持ったおっさんからコンボを持ったおっさんのカラス使いにパワーアップや。レイブンスキル、いわゆるカラススキルや、スキル上げていくと数が5匹まで増えるし、ダメージもアップするで。最大のメリットはカラスは無敵や、デメリットは攻撃回数で勝手に死んでまうんや。あとなんていうかダメージが弱い。透明のコンボがあるやろ。これは展開のアイテム言うて修理不可能な武器や防具なんや。修理できへん代わりにちょっとだけ強いステータスやな。
最初のクエストのダンジョンやな。ちなみにこのゲームマップは起動するたびに再配置やで、もちろん地下ダンジョンもそうや、街の中だけはそのまんまやな。私の黄金のコンボでとりあえず全滅させたろ。お、黄色のクラブがあるで。白はノーマル、青はマジックアイテム、黒っぽいのは展開アイテム、黄色はレアアイテム、オレンジはユニークアイテム、緑はセットアイテムや。拾ったばかりは未鑑定やから使えへん。鑑定書を使うと鑑定できるシステムやな。こんな感じでいっぱいステータスがつくわけやな。ダメージは1の7のランダムや。まあ最初やからしゃあないな。緑色のゾンビおるで。あれはユニークモンスターや。 FF11 風で言えばノートリアスモンスターや。強い代わりにいろいろアイテム落ちるやつや。カスばっかやった。やっと最後のモンスター見つけたわ。見逃したおかげで時間かかってもうた。アカランとこ行ってアイテムもらってこ。本当に倒してくれたんですか？今まで信用できなかったけど、これで少しは信用してあげますね。お礼に5つスキルを上げてあげましょう。バカにしてやりたいけど、ここの報酬が一番嬉しいわ。カラスが2羽になったし、今回はここまでや。ほなな。